はい、やってきました。はい、今回は関東プチ旅行旅ですね。そう、うん、これ私の車運転してるんで、はい、余裕がありません、かけちゃん、はい、で途中で運転を変わります。はい、昼寝てるよ。うん、かなりの悪天候ですが、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、まず今回のプチ旅行の一番最初のイベント、ランチです。はい、あけちゃんが作ってくれました。作りました。はい、卵サンドとチキンとトンカツ、トンカツサンド、カツサンド、カツサンドです。卵サンドとどう？おいしいよ。おいしい？かぶりついております。ちょっと食べたい、安全運転しないとね。確かに、うん、次はカツサンド。そう、美味しいよ。美味しそうだね。うん、うん、美味しい、美味しいです。やった、うん、今は湾岸なんとかってとこ通ってるんだけど。おどう、海の上走ってんの。うん、あ、ほら、湾岸長島でね、海の上だから風がすごくてね、車がね、ぶれんの。怖風すごいね。風すごい、うん、早く海の上から出たいわ。はい、足柄サービスエリアで、はい、軽食、そうそう、スミッパイとチキチーです。そうで、運転変わったの。今から変わるんだよね。これから私が運転する。よろしくお願いします。チキチーいただきます。どうぞ。美味しいよ。うん、あったかいもんね。うん、うまい。美味しい。やった、うん、まだ道のり長いからよろしくね、ダンちゃん。うん、私ずっと食べたかったの、月見パイ。やった。こないださ、チョコバナナ食べようと思ったら、もう終わってたんだよね。そう。遅すぎたんだよね、私たちね。うん。うん、出てきた。うん、美味しそう。甘い匂いする。美味しい？うん。はい、よかった。うまい。やった。運転頑張ります。お願いします。イエイ。今東京入って雨降ってんだけど、トンネルの中ね。そうです。はい、まだまだ時間かかりそうだけど、うん、じゃあ頑張って。頑張るぞ。おう、ロマンチック村に着きました。はい、今夜は車中泊です。はい、それでこれじゃん、晩御飯のおつまみ。美味しそう。うん、でハイボール。ハイボール。やっぱどこ行ってもハイボールだよね。うん、いや、長旅だったから疲れたね。はい、美味しい。うん、最高。やった。明日も楽しみます。はい。とりあえずおやすみ。おやすみ。おはようございます。おはようございます。次の日の朝になりました。はい。相変わらずの悪天候で。そう。でも午後はすごい雨。ね。うん、そうだから。うん。で、朝飯ですね。そう、ご飯ご飯。はい。これとこれとこれ。美味しそう。美味しそう。わーい。ん？美味しいおにぎり。美味しい。それツナの方か？これツナだね。ツナおにぎり。おー、美味しそう。あ、ツナにたどり着きました。お、でも周りもなんか、火薬ご飯見たくなっちゃって美味しそうじゃん。うん。美味しい。で、飲み物は？ゴーティー。ゴーティー。これだと謎の液体になっちゃうけど。そう。ゴーティーを水で、一対一で。割ってます。はい。しばらく持つな。
心地いいの薄いやつ好きなんだ。そうやね、うん、経済的、うん、うん。はい、やってきました。おせんじさん、楽しみだね。あそこから登ります。おせんじさんの入り口です。ここで写真撮ったのあれやん、私保育園の時の。あ、あれか。あれだよ。なんでこっちの方からいるの。川多いな。知った時はこれが怖くてな。うん、そういうのあるよな、うん、あら、雨で救援やって。だね、また来ないと。乗りたかったな。私も乗りたかった。北昇見たかったな。ちょっと一番見こ、自分で行きたいとこ足大丈夫かい。だって動いてんじゃん。ほんまや、うん、行きたいところは大丈夫なんや、うん、本当。ここに昔鹿さんがいた。あ、そうなんや。え、普通に話がいい。檻の中に入ってた。あー、もういなくなったんか。じゃあ、家の中に入ったとかいない。え、結構、買い出したらもっとちっちゃくて下にあった。うん、これのね、半分ぐらいだったね。え、乗れない。乗れないね。一回やな、うん、休みだから。髪の毛になってるしね。うん、シエプールです。シエプール、私よく小さい頃泳いでました。そうなの。うん、あそこね。うん、小学校はあれ行ってました。小学校あれ、電車はこれです。この中にシュンとあります。初めて学校にいます。そうです。これチン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 ってなるんだよ。あ、なるんや。なるなるなる、普通に。線路の中に入ってはいけません。当たり前やな。でね、取れるじゃない、うん、今ほら今風になってるじゃん。うん、全部ウルトラマン。うん、ほぼほぼウルトラマン。それはそれでえぐいな。すごいよ。で、ウルトラマンを20円ぐらいで乗れるから乗ったのよ。あ、20円だったんや。そう、20円が一番乗る。でも乗り物は3つしかないの。観覧車と電車とあれ、めっちゃジェットコースターって名前。はい、観覧車です。観覧車です。ここの風景が一番私は好きです。ここからの景色。なるほどね。見せたのにね、晴れてきたの。晴れてきて晴れ女だ。晴れ女は、やったね。やったね。そしたらジェットコースターみたいなのあるんだけど、うん、もう雨降ってるから、うん、乗るとこに水が溜まっちゃうから閉まってるから、見てもわかんないですね。わかんないですね、あれは。うん、ビニールが敷いてある。そうそうそう。水入んないようになると思う。これがジェットスター？で、名前だけだってジェットスターじゃなくて、ジェットコースターだと。ジェットスターの間違いでした。そうやんな。飛行機舎みたいなのが上行ったり下行ったり、かわいい感じのやつ。もう雨入っちゃうから閉まってるけどね。うん、こういう感じです。はい、本当にちっちゃい子ね。そうですね、うん、乗ると楽しそう。はい、今回堪能しましたか。大丈夫です。今度次回は乗るから。了解です。はい、ということで次行ってみよう。行こう。おう、これは神さんの母校です、うん、変わんないよこれ。変わんないらしい、うん、全然変わんない。
真撮ってます。はい、2日目の夜を迎えました。眩しくて目が変になっております。そう、眩しい携帯のね、フラッシュ、うん、そうやったら今日はこのままウイスキーを飲んで寝ますか。うん、そうやな、ちょっと散歩してな、外面白そうだから散歩しましょう。それで明日は、明日はこのまま、うん、朝ここ出て目覚めたらな、うん、名古屋行くんですわ。名古屋ですね、はい、楽しみ楽しみ。今夜を散歩しております。はい、こちらはロマンチック村でございます。はい、明かりが綺麗やな。ビール飲んだそこで、昼間はそこでビール飲んだそうです。はい、一人で。そうです。肉巻きとビールでね。美味しかったよ。ちょ、手の先にあるの何？教えない。なんでなんで、え、教えないそうです。あ、なんかテラスがあるから座って。はい、そしたらここに座ってちょっとゆっくりしたいと思います。はい、あ、これいいわ。楽しいね。楽しいね。おはようございます。おはようございます。そう、3日目の朝、そうそう、を迎えました。寝起きだから頭今一瞬回らなかったね、2人でね。うん、何持ってんの？おにぎり。お、塩おむすび。そう、美味しそうだからって買ったんだ。朝ごはんですね。朝ごはんです。はい、これから朝ごはん食べて、うん、自宅して、うん、とりあえず愛知県かな、うん、に向かいます。レッツゴーだな。うん、いただきます。はい、どう？美味しいで。よかった。はい、今は高速道路乗っております。はい、最初はとりあえずあけちゃんが運転で、はい、途中で切り替わりますけど、そう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 、とりあえず、愛知県まで、なんとか乗り継いで。そうやね。はい、でとりあえず今足利あたりみたいですよ。足利、足利。はい、そしたら今はお風呂だわ。お風呂がついてます。で、カツカレー、カツカレー、美味しそう。昼飯に食べてます。はい、うまい。はい、そしたらレザークラフトパレットに着きました。着きました、ここね、じゃん。はい、はい、今から買い物をしていきます。行ってきます。じゃんじゃん、買ってきました。はーい、これね、やったね。これでいろんなのがまた作れると。はい、やった。そしたら、うん、これから、帰ります。帰ります。はい、高速に乗って帰りたいと思います。はい、自宅に向かってます。ダンちゃん運転中。はい、伊勢湾自動車道で、ちなみに私が好きな海見えるか。あ、海が見えない。あ、海、海、ほら海だよ。天気悪くて朝怖くてにゃ、うん、見えなかったもんな。そやで、今帰りの帰路というか、うん、高速に乗ってこのまま帰ります。そうそう、今回の
関東プチ旅行、うん、無事、まあはい、まだまだ帰りなんですけど、はい、着けそうだよね。ね、無事着きそうです。はい、なので今回はこんな感じで、はい、終わらせたいと思います。はい、またね。またね。見なくていいよ危ないからね、うん、またね。